オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日はですね、ネクタイが青いです。長野の K さん、ネクタイを事務所にお送りいただいて、プレゼントいただいてありがとうございます。今日は着用させていただいております。いつも赤いんですけれども、なんかたまにはクールダウンで青もどうでしょうかという、手紙を添えていただきましてですね、トランプ大統領も赤と青のネクタイを使っているかと思います。まあ青もたまにはいいんじゃないかなと思いまして、やってみたいと思います。ネクタイのプレゼント全然歓迎いたしますので、お待ちしております。毎日使っておりますのでお待ちしております。はい、それではですね、今日のテーマはソフトバンクアーム売却か、売ったらアリババしか残っていないでございます。はい、ソフトバンクグループはアームホールディングスを IPO あるいは私募形式の取引を通じて完全ないし部分的な売却を検討していると、本日ブルームバーグが報道しています。以前からですね、このアームを何とかしたいという話は確かにありましたので、まあこれはあり得る話だと思うんですけれども、割と緊急にというか、できる限り早くアームを売却したいというような話が上がっているということです。まあこれはあり得るかなと思いますね。さてですね、今ソフトバンクの株価ビューンって、これここですね今ね、これ過去5年なんですけれども、まあ過去10年見てもですね、マックスに近いですね、株価が上がっております。株価急上昇。いやー、黒川さんの予想外れてるんじゃないですかとかというコメントもたまに入るんですけれども、まあずっと見ていただいている方はですね、これなんで株価上昇しているかというのは、で今後どうなるかというのはまあお分かりだと思うんですけれども、この株価急上昇はこれはまるでバーン打ち上げ花火のようだと思いました。今 4.5 兆円の自社株買いをしています。まあこの前もうタコが足食ってる状態だというふうに言ったんですけれども、まあ、この株価上昇のチャートを見ていてですね、本日あ、これ本当に打ち上げ花火だと思った次第なんですね。自分自身の価値を燃やしてるんですね今ね、自社株買いというのは。だから打ち上げ花火のようだと表現したんですけれども、花火はですね、着地することはないんですね。花火はですね、飛行し続けることはないんですね。燃え尽きたら終わりなんですね。もうここまで来たら行くところまで自分を燃やすしかない状況になったソフトバンクですね。自社株買いするっていうことはですね、投資する事業がないということですね。事業に投資してその事業がキャッシュフローを生んで株価が上がるということがベストなわけですけれども、有望な投資する事業がないので自社株買いをしているということなんですが、これは会社の将来性がないということを自分で認めているということです。これやってること東芝と一緒なんですね。東芝って一時債務超過になったじゃないですか。まあ今一応復活してるんですけれども、債務超過解消しているんですが、東芝は資産を切り売りしまくって、まあこのまま解体に向かうでしょう。つまり資産を切り売りしてるんですから、新しく稼ぐ力がどんどん落ちていると、こう人間で言うともう手術しまくっているみたいな、やっぱ手術するたびに、まあなんか癌になってもう手術して 2、3回手術してもう体力失ってるみたいな状態ですね。資産を切り売り、体を切り売りしているということですから。そして、まあ、今日のメインテーマなんですけれども、アームって何の会社ですかということなんですけど、スマホなどの IoT 機器、まあ、スマホだけじゃないんですけれども、一番の主力はスマホですね、の CPU、あの演算処理しているやつですね、の設計業です。アームは製造はしません。売り上げはロイヤリティです。ちょっとこれ下で説明します。
これソフトバンク発表のですね、ARM が関係しているチップの出荷数はどんどん伸びています、もうすごいうまくいっていますという、まあ、公表の数字なんですけれども、まあ、これは事実かと思います。スマホの CPU とかはやっぱり、スマホがたくさん売れていますから、たくさん出荷されています。しかし製造はしていない、ARM なんですけど、ノキアとかソニーエリクソンとかサムスンとかの、CPU を ARM が設計して販売数に応じて、ロイヤリティという形でお金をもらってるんですね。同じ CPU の関係するビジネスでいうと、まあ一番有名なのはやっぱインテルだと思うんですけれども、インテル入ってるのインテルですね。インテルは自分で CPU を設計製造して販売しています。ARM は、自分では製造せずに他人の CPU の設計をして、稼いでいるということで、ビジネスモデルが違います。これまあ一概に ARM のビジネスモデルがダメだということではないんですが、こういう、ビジネスだということですね。ARM なんですけれども、現在非上場になっていまして、開示されている情報が少ないです。正直経営実態があまりわかりません。今回はですね、ソフトバンクグループの有価証券報告書の中に、まあ一定 ARM のことが書いていますので、そこから ARM の現状について改めてご説明したいと思います。ARM の名前はたくさん出てきたんですけれども、僕自身も ARM だけをですね引っ張り出してこれ、分析したいなと思っていましたので、まあ、今日ちょうど良かったと思います。はい、ARM 赤字です。赤字ですね。2020年の ARM、まあ、2020年決算の ARM、売上2066億円、利益マイナス428億円ということで、赤字です。昨年は黒字でした。まあこの理由について一応書いてあるんですけれども、まああまり詳しくは書いていません。この赤字の理由がですね、前期において ARM 事業のセグメント利益には ARM の中国子会社が合弁事業化により持ち分法適用関連会社となったことに伴い計上した子会社の支配喪失に伴う利益、いくらだ、すいません、1760億円が含まれていたことによりセグメント利益は減益となって赤字になっていますということなんですが、まあこれ詳細ちょっと分かりかねるんですが、2018年 ARM China という ARM の子会社の株式を 51% 売却しています。それに関する会計処理の結果、今回は損失を計上して赤字になっているということです。この下の方が問題かなと思います。当期末の従業員数は前期末から751人増加しましたと。これつまり、従業員が増えているということですね。まあ、これは孫さんも言ってましたね。これ攻めの経営っていうことですね。で、今回売却したいっていうことはですね、引きしようっていうことですね。これ攻めなのか引きなのかどっちなんだっていうことなんですけど、これポンコツ経営なんじゃないですかと思うわけですね。また、その有価証券報告書のARMの欄に書いていること、ちょっと全部読むと長いので、貿易摩擦や特定企業の制裁の影響があると。これは米中ですね、中国関連のビジネスでこけているということですね。新型コロナウイルスの感染拡大による影響もあってちょっと厳しいと。しかしながら現時点では半導体全体またはARMへの悪影響を見通すことは時期尚早と考えています。官僚の答弁みたいですね。まるで GoTo プロジェクトを詰められている西村大臣ばりの答弁ですね。官僚答弁ですね。また足元でこうしたリスクは残るものの、今後半導体業界が回復するにつれARMは大丈夫じゃないかと書いているんですが、コロナ禍ですよね。しかもこのコロナ禍は長期化し、経済のダメージがやはり全業種的に厳しいと何度も説明してきております。いかにコロナに強い IT 分野であっても、
需要増にまで至るかは全く不透明です。例えばスマートフォンを買うのは一般の人たちですよね。コロナ禍で、みんなの所得が下がっていたり、お金を使いたくないというと、やっぱりスマホを買い替えたいんだけど、スマホを買い替えるのやめようかなとなったりすると、CPU の出荷額が減るわけですね。やはりこれは不透明な部分が、多分にあると思います。要するに、ARM の現状を要約すると、規模拡大を目指して人員増したけれども、米中新冷戦とコロナ禍で赤字になり、スプリントのようになんとか厄介払いしたいと、いうことのように見えますね。ARM は創業30年の会社なんです。今から爆発的に利益を伸ばすとは、まあ普通に考えて思えないですね。まあいろいろ手こ入れして、頑張ってやっていこうとしたさなかにコロナ禍ドーン来てですね、まあいろいろ当てが外れたということなんです。まあこっから利益がですね、4倍8倍とかってなっていく感じではやっぱりないと思います。そしてですね、改めて考えると、まあスプリントもそうだったんですけれども、 ARM の買収はシナジーが全くないと、ソフトバンクにとって思います。シナジーというのはですね、経営的に相乗効果と言われるやつで、A 社と B 社がくっついたら、 A 社と B 社足したよりもすごい事業が生まれるというようなことを、まあ、シナジーと言うんですけれども、まあ、ソフトバンクの場合、LINE 買収しましたよね。 LINE の買収は100歩譲って、シナジーはあるかなと思います。LINE のユーザーは巨大な数ありますよね。その LINE のユーザーと、ソフトバンクの携帯事業と Yahoo などが連携すれば、新しいサービスが生まれるかもしれませんよね。これが、まあ、シナジーということだと、なんですけど、ARM は B2B の事業なんです。B2B というのは、ビジネス to ビジネスと、この後出てきますけど、ビジネス to コンシューマーっていうのが対義語であるんですけれども、これは企業対企業の取引ということなんです。B2C というのは企業対個人の取引ということなんです。やっぱりですね、社会を大きく変えるような事業というのは、B2C の要素を、持っている必要があると、僕は思っています。なので、ARM の事業から新しいサービスが生まれる可能性はやっぱり極めて低いと思います。GAFA、何度も説明しておりますけれども、Google、Amazon、Facebook、Apple、まあ世界の今明らかなるトップ企業ということなんですけど、この GAFA はですね、プラットフォーマーかつ B2C なんですね。プラットフォーマーというと、まあインフラというか、そのプラットフォームを使わないと、なんか何にも仕事できないというぐらい強い、基盤を持っているということです。B2C っていうのはさっき説明しました。ビジネス to コンシューマー。一般個人に直接物を販売する形式を持っているということなんです。なので GAFA は他の追従を許さない圧倒的な制空権を持っています。もう動画配信事業で、YouTube にニコニコ動画が追いつくことはもうないでしょう。Amazon に楽天が追いつくことは不可能でしょう、残念ながら。そのような状況をもう GAFA は作ってしまっていると。しかもレバレッジが効いているんですね。このレバレッジっていうのは、まあ、テコの原理ということなんですけれども、1億円投資したら1億円以上、10億円とか100億円ぐらいの利益を生み出すような仕組みになっているということなんです。一回例えば YouTube というプラットフォームを作って、そこが一定量のコンテンツと人を集めてしまうと、どん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 もうそこに人が集まってしまうと、そういうのが、まあ、レバレッジ効果と、言われるんですけれども、GAFA はそれを持っているんですね。ARM は、まあ、レバレッジ効かないですね。なので、ARM をどういじっても社会を変える事業は生み出せないということで、そもそも大したシナジー効果もない ARM を、ソフトバンクは 3.3 兆円もかけて買収したんですけれども、まあそれはやっぱり失敗だったんじゃないかと思いますね。この前スプリント売却しましたということを何回か動画にしました。スプリントは売却されました。
これソフトバンクの、借金の金額ですね、有利子負債の、増えていった表なんですけれども、スプリントを買収した後、まあ、爆発的にこれ、借金大魔王になっていくわけですけれども、まあ、アーム買収した後もですね、さらに借金の高みに上っていった、ソフトバンクなわけですけれども、やっぱりこのアームの買収も、大きな転換点だったと思います。スプリント買収、アーム買収、ビジョンファンドやって大爆発というのが、ソフトバンクの最近の経営状況だったわけですけれども、スプリントは、売却してなんとか大損失は逃れたわけですけれども、買収からまあ借金の量が爆発してきたわけですね。で、スプリントを売却しても、6年間費やした労力とか莫大な、マイナスがですね、結局はあったんですね。まあ、孫さんはスプリントを売却した時に多額の利益が出たって報告してたんですけれども、まあちょっと算定が相当甘いなと思うので、まあ会社内の数字ですから、まあかなり何とでも言えるわけですね。僕はスプリントの売却、まあトントンか、まあ若干損というふうに思います。そして今回アームも同じ状況です。アームの現在価値がだいたい 2.6 兆円って、ソフトバンクは今言っています。買った金額 3.3 兆円なんです。もう 0.7 兆円今下がってるんですね。このコロナ禍の状況でアームを売却しようとしてですね、2.6 兆円以上で売れるとはちょっと到底思えないんですね。とするとアームはもう完全にこれ、まあ買って損だったということになるかもしれません。これよく出てくる数字ですね。この前の株主総会で、出てきた数字です。今ソフトバンクが持っている資産は30兆円ぐらいの株を持っていて、借金が実質 6.8 兆円だから、その差し引くと 23.3 兆円の、価値を持っているので、今ソフトバンクの時価総額が、すいませんちょっと正確に忘れましたが10兆円ぐらいです。ソフトバンクの時価総額が10兆円ぐらいで、いや本当は私たちは23兆円以上の価値があるので、23兆円ぐらいの価値があるので、まだまだ株価上がりますよ。ご安心ください。というのが、孫正義氏の、セールストークなわけですけれども、ここに入っているのがですね、2.6 兆円のアームですね。でもこれ買った時には 3.3 兆円でしたから、まあ、すでに損しているわけですね。そして、何よりまずいのがですね、もう何度も言ってきている、アリババ一本勝負なんですね。で、ここでアーム売ったらですね、もうまさにアリババ一本勝負なんです。ちなみに、この 3.6 って書いてるのが、元スプリント T モバイルですので、これはもう今なくなっています。なくなっています。で、この 2.6 がなくなるわけですね。ほぼアリババです。もうアリババ、ソフトバンクっていうのやめた、もうアリババでいいんじゃないかって、そのぐらいの状況なんですね。しかも、今、もうちょっと資産の投げ売りをしないといけないんですね。自社株買いで。ということで、この虎の子のアリババ、アリババの株はまあ幸いに今まだ暴落していない。まあ、どちらかというとまだ高い状況で、まあなんならちょっと上がってるぐらいで。このアリババの株は減らしたくない。とにかく減らしたくないということで、もう、アーム売ると。アーム売りたいと、まあ、なっているのかと思います。しかし、このアリババもですね、中国のアマゾンのような会社ですから、中国がこれから本格的に没落した時にはですね、このアリババの株価がまあ半減ぐらいになることは全然容易にあり得ることですね。アリババの株半減したらですね、まあ真面目にやばいんじゃないですかね。半減ぐらいでは債務超過にはなりませんけれども、大ダメージですね、ソフトバンク。はい。そして現在 4.5 兆円の資産売却をやってる途中ですと。資産売却をして自社株買いをすると、発表したわけですね。4.5 兆円の。そして、この前の株主総会の時点で、小1ヶ月ぐらい前ですね。4.5 兆円の目標に対して、もうすでに 3.7 兆円の売却と自社株買いをやっているからすごいだろう、と、報告していました。まあ、こんだけやったわけですから、株価は上がったわけですね。自社株買いで。しかし、これなんで自社株買いを始めたかということなんですけれども、一つ大きな転換点はですね、2020年2月にエリオットマネジメントというですね、外資のファンド、ヘッジファンドがですね、ソフトバンクに3000億円を出資しました。エリオットはヘッジファンドの中でもハイエナと呼ばれる、中でもさらに最も立ちが悪い部類に入るファンドです。
このエリオットの出資以降ですね、外資の圧力がものすごい高まって、ソフトバンク自社株買いをせよということになりました。そして自社株買いが始まったわけですね。このエリオット、どういう会社かというと、例えば、2015年に、破綻寸前のアルゼンチン国債を買い漁り、あえてですよ。あえて破綻寸前の国債を買い漁り、世界中でアルゼンチンに訴訟を提訴しまくり、もう無理難題を引っ掛け、様々なインフラを差し押さえし、で、アルゼンチンがさすがに困って、法外な金額でアルゼンチン政府に、この破綻寸前の国債を買い戻させたと。で、2000億円ぐらいの利益を得たと。まあ、こういうことをやる会社なんですね。しかもポイントがあって、訴訟を多用するんですね。エリオットの創業者が、まあ、もともと弁護士だということで、しかもこの、訴訟もですね、まあ、訴訟に悪質もどうか、まあ、悪質なというかですね、まあ、相手をぶっ潰すような、訴訟を意図的にかけると。それと投資を合わせてですね、儲けるという会社がエリオットなわけですね。ハイエナにロックオンされている孫正義さんということで、ハイエナの狙いは明確なんですね。これ何度か言いましたけれども、ソフトバンクを解体してですね、アリババの株を売却するのが、外資の株主としては一番儲かるんですね。もうソフトバンク価値ないんですね。じゃあ、アリババの株がなるべく高い、中国の経済が崩壊する前にですね、ソフトバンク解体してアリババの株を、手に入れて、それを市場で売却することができれば確かにこれ儲かると思うんですね。まあ、これが狙いですね。そして今、実際に資産を切り売りし、着実にソフトバンク解体への道を突き進んでいるという状況です。今、まあ、アームを売却するとか IPO っていう話が出てますけれども、この案件の金融的アドバイザリーは、ゴールドマンサックスが務めています。そもそも、アームの購入をソフトバンクに持ちかけたのもゴールドマンサックスですね。そして、サウジのノコギリ王子と、孫正義を乗せてですね、ビジョンファンドを作らせたのも、ゴールドマンサックスですね。ソフトバンクの携帯事業は儲かってます。誰がお金を払ってますかというと、日本人が、利用料を払ってるわけですね。その携帯のソフトバンク事業で儲けた日本国民の富を、ゴールドマンサックス経由で、海外にバンバン流出させているというのが、今のソフトバンクの状態です。こんなことがですね、ソフトバンク以外にも、大企業のほとんどがですね、この外資の金融機関にやられまくっていると。東芝が債務超過に転落したのも、ロスチャイルドグループに、原子力関係の会社を、まあ、乗せられて、騙されて、買わされたからということなんですね。そういうことが、もう、起こりまくっていると。その魔の手にですね、孫正義氏も、はまってしまっているということです。助かりそうにありません。はい。経済は、やはり、人だと思います。日本を立て直すにはですね、このマネーゲームなど今すぐやめてですね、やっぱり人を育てなければいけません。ちょっと最近ですね、また個人的に、農業を研究し始めておりまして、私黒川、4年間専業で農業をやっておりました。一度東京離れてですね、畑でも耕してみるとですね、本当に新しい発想が生まれると思います。まあなかなかこれ簡単ではないんですけれども、僕もリーマンショックの後にですね、金融をやめて農業と政治運動を始めました。今政治運動が忙しくなってですね、まあ、結局また東京に戻ってきてしまったんですけれども、やっぱり4年間農業をやった経験はですね、いろんな意味で糧になっています。なんてこんなにちゃんと働いているのに、まあ、大根とか安いんですよね。やっぱりそれで現金所得を、まあ、大根だけじゃないんですけれども、現金所得を農業者が得ていくということはですね、まあ、ものすごく大変なんです。ということで、農業をやる人がいなくてですね、日本の農業は実質崩壊しています。僕は直ちに今のソフトバンクよりはですね、農業者の人たちの方が明らかに社会の役に立っていると思います。そういう矛盾を、みんなで解決していかなければ、世の中は良くならないと、強く思います。なので
結構畑を耕してみるということはですね、僕は経済を立て直すとか、みんなで発想を変えていかないといけないということの中では、とても大事なことだと今も思っています。私たちオリーブの木は政党でございます。まだまだ駆け出しのオリーブの木でございます。国政選挙にもまた今後ともチャレンジしていく予定でございます。去年の参議院選挙には、みんなで立候補しておりました。まず今はですね、コツコツ地方議員を10人作ろうということを目指して、日々活動を頑張っているつもりでございます。9月に神奈川県の座間市議会選挙に、オリーブの木から須崎智康がチャレンジを予定しております。なんかオリーブのこと応援したいよと思っていただける方、ぜひですね、須崎智康のボランティア何でもいいのでちょっとでも手伝ってください。よろしくお願いいたします。今ですね、コロナでなかなかセミナーとか集会とかオフ会とか開けないので、実験的にオンラインサロンを立ち上げております。Facebook の非公開グループを使って、無料でやっております。少しでも政治を変えたいというふうにですね、思っていただける方、ぜひ、オンラインサロンに登録してみてください。コメント欄概要欄の一番上に URL 貼っていますので、そちらをクリックしていただいたら、 Facebook 使ったことがある方はもう一瞬で登録できます。Facebook 使ったことがない方も、登録調べればすぐわかると思いますので、チャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。最後にオリーブの木の経済政策でございます。金融制度、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと、それをしなければ経済は変わらないと、強く訴えております。具体的にはまあここに書いているような政策でございます。過去動画に関係する動画が、たくさん上がっていますので、興味を持ったキーワードで検索してですね、過去動画見ていただいたらと思います。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。オリーブの木浅香市議会議員の富山真紀議員の富山紀チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援しちゃってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いてはいかない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。